今回は、超究極アイゼン宗助に、五条悟で使います。いや、ま、最強だからなんとかなるでしょ、みたいな。ブロック対応はしないけど、SS でブロック対応できるし、遅延もあるんで、ま、その辺駆使したら、ま、いけるかな、みたいな。ま、その、作者さんも、ブリーチ参考にしてます、みたいなことをおっしゃってたんで、ま、それやったらいけるんじゃないでしょうか。おぉ。なんで、これやっていきます。で、ま、これを倒し、透明化して、ま、3フレ殴ります。はい。ブロック使って殴って、ゼロフレでこれいけんのかな。あ、ゼロフレだとさすがに無理。地雷持ってたらこれいけたりすんのかな。まあこれ即死じゃないんで、無駄に使いすぎてもあれだから。はい、無力症。いや、これ実はね、1回目なんですよ。いや、ほんと練習してからやろうと思ったのに。で、で、ここで SS 打ってもいいんですけど、このこれ即死じゃないんで、右下の5の数字だから、ちょっと SS 貯めます。まあ、次打って、はい。これ置いといて、元素化で対応したら、まあ、別に何もしなくていいんで、はい。で、次回ってきたらこれ使って、なんとかします。どうなの？やっぱ絶対にブロックいんのかな？ブロックなくてもなんとかなるとすげえ楽なんだけどね。で、マイスイエルも、お、早すぎ！ゼロフレで攻撃通るとかあると楽なんですけど、特に2段階目の性質使って。どうなんだろうな。即死も結構近いから、どこぐらいまで立ち回れるのかわかんないですよね。で、ここも、うわ、2段階目で使いたいな。で、即死じゃないし、遅延もあるから、なんとかうまいこと利用して、3フレ殴りとかできないかな、みたいな考えてるんですけど、ちょっと無理そうか。やっぱ1フレが限界ね。どうだろう、通る？あ、通ってる。おお、すげえ通ってる。あれ、もしかしてこれ地雷持ってたらゼロフレ通る。あ、いや、超バランスにしてるけど、属性有利とか何も取ってないのに、いけるもんなのね。そしたら、じゃあ2フレして、はい。で、これで、はい。あ、通るね。で、これで、はい。うん。あ、じゃあ意外となんとかなんのかな、これ。SS 使わなくても。やっぱその SS なしでいけないと、これ3フレして殴りたい。3フレって、スイッチ3フレ？その上行くときに絶対踏んじゃうんで。おお、いける。あれ、思ったより五条先生なんとかなんのかな。で、3増えして、これは友情出すでしょ。友情出して、で、友情通る、殴ってく。で、 SS2 段階目も打てるようになりました。地雷もみんな持ってます。で、無料空所持てます。で、3フレ殴りも、そうね、できそうだけど、できそうだけど、いや、これを3フレで殴っていこうと思ったら、いや、逆だな。多分これ、1フレ一旦ここで置いといて、はい。これ置いといて、その、いや、ブロック切ったんですけど、で、ゲージ切ってやった方がいいね。そのコメントでも言われたんですよ。1捨て3は、1回スイッチ調整した方が楽ですよ、みたいな。これを、ここで SS 使って、無料クッション使って、で、暴れた時に2個踏んで透明化になるっていうのが一番怖いんで、どうだろう、これ。おお、強すぎる。あれ、今弱点、3フレ弱点だった。あれ、もしかしてこれ普通に簡単なのかな。私の体に傷をつけたことが嬉しい。まあ、うんぼ前提なんですけど、まあ、こういう攻略の仕方もあるのね、みたいな感じで。で、これは、スイッチを、こう打って、あ、そうだ、これアーチブロック持ってないからダメだ、踏めない。かといって、ゲージ切って3つ踏むと、ちょっとめんどくさいよね。で、あと、ゴーレムもいるから持ってかれるんで、ちょっと置いとこうかな。友情だけ出して、どうだろう。いやー、でもダメだな、意外とグロースピアが通ってくんない。で、これ食らう。どこ？いや、そっちか！で、剣拾う。いや、剣拾うのはできれば無料空所五条先生の方が絶対いいから。ゲージ切ってここ置いとく。よし、オッケー。で、一体倒す。オッケーオッケー。で、即死が5だから上の。で、ここで強化した無料空所五条先生のあれが打てるから、これで、で、剣も持てる。はい。で、これで戻す。あれで、よし、オッケー。倒した。ちょっと雑魚処理が面倒だね。で、なんとか3フレ弱点狙いたいな。で、矢印反転。いや、もうこれ完全に覚えました。あ、これは結構いけんじゃない？こう、こう打っちゃうんで、こう打って、戻ってきて3フレ弱点いけるね。
これは結構楽なやり方だわ。あれ？やべ、ちょっとずれた矢印反転してるから。まあいいや。でも外側な、外側殴って3フレ殴りで、これ削れるんですか？五条先生。そしたらこれ、うわぁ、矢印、また矢印あってんか。あ、でもこれデクのあれと一緒だ。ワンパンのやつと。こう打って、矢印反転で、あ、ちょっと待って、逆。こうだ。こう打って、こう打って、戻ってきて、ちょっと外踏んで、いけんじゃないですか。無料駆除して、あ、でもこれ、やめ、ちょんて。3フレしたら、これ暴れて3フレしたらね、多分透明化で無料駆除食らわない気がする。そうすると、いや、ちょっとやめとこ、これ。確かこれ、通ったんすよね。その、ま、見間違いじゃなければ、2フレ弱点で。矢印反転だから、くっそ。ほんと矢印反転、なんで矢印反転、何を再現するんだ、これは。はい。あ、通んない。地雷持って殴ったら通るかと思ったけど、通んないのね。で、これでしょ？で、これを、一回透明化で置いといて、はい。透明化で置いといて、適当にやり過ごして、で、3フレ無料空所で、しかも剣持ってるから、ゲージぐらいワンチャン飛ぶんじゃないですか、これ。もう、矢印判定は本当私嫌いなんで、矢印判定は本当私嫌いなんで、やめていただきたいですわ。これはもう2フレ弱点だな。なんかここから3フレいけるルートあります？いや、まあ多分頭のいい人ならあるって言うんでしょうけど。あ、まあ、いや、ダメだな、これ。通常の矢印だったら狙える気がするけど、矢印反転だと私狙える気しないんですけど。やめた、2フレでいこう。はい。大丈夫。僕最強だ。うおー、あやっぱ、あ、無料空所だと通るのね、地雷持って殴れば。まあ、剣持ってるからっていうのもあるかもしれない。いや、これラスゲでハマったら強すぎだな。でも結構グダグダしたおかげで SS も溜まったんで、で、4P の五条先生で SS 使えばいけるし、で、ここは一回ターン調整して、矢印反転！そうか、矢印反転状態上扱いか。すげえ助かる。しかまるナルトコラボで、これを SS 使って、あとはどこに出てくる？上に出てくると一番ありがたいね、殴れるし。上よし！で、これを横間で避けて、うん、それなりに角度つけないといけないのが大変なところだな、これ。はい。大丈夫。僕最強だ。で、これで、はい。透明化、サンフレする。お、いいんじゃないですか？ただ、ここに来るときに地雷、戻ってくるときに地雷結構使っちゃったかんね。はい、無料空所。無料空所。で、1段階目はあれだから、なんとかして、いけるかな、これ。2フレで、3フレで外側殴ってもいけるかな、これ。ほい。やべ、すげえ雑すぎだ。いや、これはちょっとな、あっち側の、下側なのともかくな、上側はな。で、これで透明化して、ただこっちの無料クッション、2段階無料クッション五条先生いるんで、まあ、それ使って、薄くいって、はい。で、これで薄くいって、上行ったら多分弱点流れてくる。はい。いや、いいんじゃない？かなり。いや、初見の動きとは思えないくらい、っていうか、あれ、初見の時よりもこれめちゃくちゃ楽になってませんか？あの、イチゴとか使ったよりも。まあ、いろいろ立ち回り分かってるからっていう理由あるかもしれないけど、で、そしたら、で、2段階目の五条先生もまた撃てるようになったんで、あんまり地雷を消化したくないんですよね。どうしようかな。で、攻撃はどうせこれ通んないし、で、2段階目じゃない、1段階目も次の五条先生撃てるんで、ここを縦で、いや、縦で行ってもダメだな。ここの透明化を、だからこれで、はい。この透明化を、ポーン！やって、次だったっけ？こうでしょ？はい。で、これ食らう。で、これを、3フレは無理、2フレだな。ただ、地雷持ってないからな。はい。いや、ダメだな、攻撃が通ってない！あ！ゼロ、
あー、五条先生 2.5 倍だったっけ授業が。だから実質地雷持ってるようなもんで、ね、攻撃通っちゃったね。で、これ3フレだから、全部暴れたら勝手に攻撃通るし、これは多分3フレいける？ 3 フレいけるか、これ。ギリギリスイッチ踏むかどうかのめちゃくちゃ瀬戸際だな、これ。それか、あ、違う、こうじゃない。こう打って、こう打ってだな。こう打って、戻ってきて、で、ギリギリスイッチあそこで踏まなければいけんのか。ここはちょっと鍵だな。これぐらい？はい。頼む！五条先生！やがみ外側殴っちゃったかも！で、こうでしょ？で、無料クッションする。で、もう一回無料クッション残してるんで。はい、遅延する。いや、これはさすがに即死9ターンだからなんとかなるでしょ、五条先生で。しかももう一回回ってくるしね、一応。で、2フレして、地雷持って、弱点これ殴れんのかな、うん、お、殴れる！で、友情で、あれもしかしてこの手ってブロックの上に乗ってるこのスイッチ。でそしたら、ここは、SS 使ったら遅延かかんないし、一旦ここは、いや、使ってもいいか。ここを打って、あ、ダメだ。これやってる間に多分地雷が全部溶ける。なんでここ2フレして、はい、やっぱここ、ブロックの上にスイッチ乗ってるよね。うわ、嫌がらせやんけ。で、地雷を食らう。やべ、これ透明化が解除できない。ゴーレムの。ゴーレムの透明化をなんかうまいこと解除して、友情出して、削らないと、これ死んじゃうな。矢印反転だからこっちか。はい。こう打って。あれ、もしかしてこれも乗ってる？あれ、本当にあれ以外、やべ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 。やべ、ゴーレムに殺される超究極初、3フレで弱点を、いや、狙えなくないですか、これ。これが考えるのがね、私すごい苦手かも。踏んで、こう打ってぐるっと回って、はい。よし、オッケー。ただ、いつまで経っても、ゴーレムが倒せない。よし、解けた。よし、これで友情出したら、いけるね。そしたらこれを、まあ、これはもう本当にやることないんで、このまま置いとく。で、友情で、頼む、行ってくれ、グロスや、あー、誰か！くそ、もうこの五条先生にかけるしかねえじゃん。寺田心になっちゃう。そしたら、いや、これどうやってあそこに入るの？矢印反転してるから、こう打って、地雷持って殴っていって、こう打ってぐるっと回って、3フレして、多分ギリギリ外側かな、これ。大丈夫かな？よし、OK！ いや、いけましたね、ギリギリ。いや、これ全部ブロックの上にスイッチ乗ってるという事実に私驚きなんですけど。まあ、五条先生艦隊でも、なんとかなったということで、まあ、運棒必須かもしんないけど、まあ、なんとかなったということで、まあ、こういう編成も、まあ、一応ありといえばありごきげんよう。